どうも、ゆ、鈴木ゆむです。はい。今回は東京駅に来てるんですけど、明日仕事で、今日神戸に前乗りするんですけど、時間があるので、ちょっと回りたいと思ってます。はい。何？え、何やばいですか？ちょっと楽しみです。はい。ホテルに荷物を置いて、はいはい、それからちょっと回りたいと思うんですけど、うん、まず行きたいのどこでしたっけ。ちょっと待ってくださいね。あら南京町に向かいます。はい、歩きます。電車にします。え、どうしたらいい。どうしましょう、うん、どうしたらお任せしますよ。どうしたらいい。え、早く着ける方がいいですかね。じゃあ電車に、電車にしますね。電車にしましょう。ちょっと電車乗ってみたいから。そうです。楽しいですね、ゆめさん。本当ですか。私、本当に道とかダメなんですよ。なぬもう、本当にやばいです。待ち合わせとかできないの。あ、じゃあ鍛えていかないといけませんね。そうなんです。はい、もう本当にやばい。なんかもう、いつも通る道とか、うん、いつも、なんていうの、通る乗り換え場所とかも迷子になっちゃったりとか、はい、まあ、なんかしっかり者そうに見えて。そうなんですよ。あら、ゆめさんの弱点見たりですね。あっちにも三宮って書いてある。こっちにも三宮。そうですね。まあ、あれが駅ですね。JR 神戸線、うん、西明石行きに乗ります。はい。ここの地方はこっち側に立つんですね。ですね。はい。メイクをね、変えようと思ったんですよ。あ、そしたら、なんか、ま、ラメいっぱいやろうとは思ったんですけど、やりすぎました。キラキラって感じ。え、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はい。そう、そう、そう、ロープ越えて上がるの。すごい。大阪もそうだった。見て見て見て。そうですね。豚とチーズと明太子です。のトッピングです。トムスランだけですね。じゃーん。この中にはチーズと明太子が入っています。うん、あ、豚肉も。うん。うん、美味しいです、うん、美味しいの。ほら結構麺が固めで、うん、しっかりして、うん、歯ごたえ、歯ごたえ、うんうんうん、弾力がある。弾力がある麺。でソース味だよね。ソースです。兄ちゃんがすごい痩せたから。あ、そう。いつから。いつだろう。え、結構前ですよ。うんうん、ライダー、ライダー決まったぐらい。うん、本当。レギュラー出演するってなって、うん、やっぱかっこいい俳優さんに並ぶじゃないですか。だから頑張ってました。結構顔周りもすっきりしたと思う。今、うん、いろいろね、その味の種類とかね、詳しく教えていただいたんですけど。そうですか。めっちゃ種類あるんですよ。うん、迷っちゃいます、うん。どうしよう。チクリームが、うん、あの砂糖不使用なんだけど。うんうん、それが気になるなって思って。あ、そうだね。砂糖不使用ってちょっと興味あるから。そうですね。持ち帰りで、うん、はい、どうしよう。え、2つ買っちゃう。どうぞ。じゃあクリームとエッジクリームお願いします。はい、ありがとうございます。はい、買いました。うん、私が2個、森さんも2個。ねえ、すごい。なんかこのさ、プリンをこんな風になんかこうブティックに行ってなんか品物を選んで買うように買うなんてさ、ないですね。ないです、ないです。すごい丁寧なお店でしたね。しかもね、こうやってなんだ、保冷剤を、保冷剤いっぱい入れてもらって、本当に買ってくる。すごいお店があったもんだ。なんかもうちょい東京だったら、うん、YouTube 撮影とかしてる人もいて、うん、紛ることができるんだけど、うん、結構
目立っちゃういや気にしないことです。あ、礼儀正しいゲメさん、ほんまこっちも左右左ですよ。へえ、確かなんかコロナでこういうの止まっちゃってて私結構神社でのあれ知ってるんですけど、お母さんに教えてもらって忘れちゃった忘れちゃった。はい、はい、お参りしましたね。お参りしました、うん、結構周りにもカップルがいらっしゃってすれ違うの、何組もいて、うん、ここでねお参りして皆さん幸せになってほしいですそして私も幸せになりたいです、はい、で末永くね皆さんを幸せに、ね、いいですね。私はじゃあ十分幸せなんですけど、うん、そういうねパートナーっていうかね、うん、なんかいい相手がね見つかるように、はい、お参りしましたので、はいはい、次行きましょう。行きましょう。知らなかったですけど、プチプチの名前キャプロンって言うんですね。はい、失礼しました。結構歩きました。そうですね、何分ぐらい歩いたかな。多分16分ぐらい。駅からね、16分ぐらい歩いて。きっと皆さん車で来るでしょう、うん、ね、そうだよね。じゃじゃーん、じゃじゃーん、多分ここです。ちょっと防災2大センターです。はい、見えました文字が。あ、そうですか。あちらですね。うわ、でっかい建物だ。いや、もう防災少女としてはここをもう押さえなきゃいけない名所ですよ。はい、今4階で映画を2つ見ましたね。映像を2つ、はい、なんか言葉が出ない、うん、なんか体験してないけど、うん、あ、こんなに大きい、なんて言ったらいいのか分かんない、本当に。なんかすごい見てて、その言葉でないぐらい怖かったし、なんかいろいろ言葉に表せない、まあ、感じるものがいろいろあったんですけど、なんか怖いけど知っていかなきゃいけないなって思いました。多分みんなそのこんな大きいと思ってない。私も こういう揺れとか知らなかったから、その阪神淡路大震災のこの、なんていうの、高速道路が倒れてしまうとか、そういう映像は見たことあるけど、どういう揺れだったかとか、どういう火の燃え方とか見てないし、その経験した人たちの思いも、その阪神淡路大震災の経験した人の話初めて私見たから、すごい、はい、もうここみんな来てほしいなんか、うん、すごいです。とにかくみんな知ってかなきゃいけないと思いました。はい、これから展示を見ていきます。いや、言葉出ませんよね。なんか表せないっていうか、表しちゃいけないと思う。まもなく来ると言われてる南海トラフは、うん、このプレートが、プレートですよね、うん、が動くことで揺れるんですけど、うんうん、想定されてるのがマグニチュード9.1、うん、最大でその想定されてるのが 9.1 っていうことで、今日本でね、最高がマグニチュード9で東日本大震災なんですって。でも今度そのあると言われてる南海トラフはもう9以上を想定されてるということで、本当に大きい地震が来るっていう。そう、誰でも体験したことがない地震が来るってことを想定していないといけないですよっていうことですよね、うん、地震が来るサイクル的にももう絶対30年以内には来るって、70-80%、 70-80%が来るよっていうことで、うん、まあね、よく言われているけど、ああやってまた改めて聞くと本当に来るねって思いますわね。プレートがいっぱいあるんですけど、日本は4つのプレートが重なってるんですって。だから地震が起きやすいんですよ。 あっちのね、この
の赤いところがプレートの境目でね、っていうことはオーストラリアとかあっちのインドの方とか地震がないところもあってこことか、ね、全く実に羨ましいですね。ここはもう集まってるんだって、日本集まりすぎですよね、うん、ここですもんね。こんなとこに住んでるんです私たち。しょうがないんだよ、うん、自然だから。はい、5秒。はい、どうぞ。震度5相当以上で自動的に止まります。なるほど、はい、ということでもう暗くなったんですけど、うん、すごい最初から最後までなんかね、ここに3時間いましたか。3時間そうですね、じっくり見て、はい、防ぐことはできないから、うん、どう命をみんなの命を守っていくか、うん、自分の命を守っていくかっていうことをもっと考える人が増えたらいいなって思いました、うんうん、もうぜひここ来てくださいいや、うん、なんか最初映像見た時は怖いなって思ったけど、うん、怖いからこそ知らなきゃいけないし見なきゃいけないものだなって思って、うん、いや ここ来れてよかったです。はい、ありがとうございます。よかった。じゃあこれからももっと、はい、ね、防災少女として、はい、いろいろね知識を増やしていきましょうね。増やしていきたいです。はい。はい。